ラオラ、小森さん。はい、今から後半始まります。はい、私昨日ドロドロだったチョコラテ、ちょっと冷蔵庫に入れた後に一晩放置しといたら、なかなかにいい具合で固まってます。ちょっとね、柔軟性というかちょっと柔らかさが残りますけど、まあ合格範囲ですかね。まずね、お店のお姉さんが教えてくれたみたいに、このビニール袋を剥いでいきたいと思います。おお、結構しっかりと、おお、よいしょよいしょ。はいはいはい、すごい、なんかわ、もうチョコレートで手が真っ黒。よいしょ。では着きます。ビニール袋切れるかな。あ、うまく切れない、うまく切れないけど、もうしょうがない。よいしょよいしょ。あ、すごい、もうカカオのね、いい香りがしてきています。わー、ちょっと想像したのと違う、なんか切れ方が、なんだろう、ちょっとすごい。よいしょ。ちょっと大雑把だけど、いっちゃいますね、これをね。とりあえずね、ちょっとどうしようかな。よいしょよいしょ。こんな手作りチョコラテ作るの、オアハカに16年以上住んでいるけど、今回初めてですよ、こんな経験。 YouTube とかやってなかったら多分絶対やってない。はーい、じゃあ上の方ビニール剥がし終わりました。お姉さんが言ってたのは、このように固まったチョコラテに包丁を入れて小さく切っていくようにっていう指示でした。よいしょ。あー、どうかな、ちょっとね、一本端っこ見てみたいと思います。よいしょ。なんか外で工具作業してるから音が、あー、すごいすごいすごい、見て見て見て、こんな感じ、すごい、なんか美味しそう、匂いもいいし、ツヤもいいし。ね、実際ね、チョコラテを作る時っていうのは、このチョコラテプリメーラエスペシャルは1キロに対して砂糖2キロっていうのが通常の分量らしいんですね。それですごく、そのチョコラテに詳しい人から聞いたのは、彼のおすすめの美味しい飲み方は、その通常のカカオ1キロに対して通常のお砂糖の半分の量がいいっていう風に聞いたんですよ。だからね、2キロのところをね、今回ね、1キロに減らしてもらったんですね。ただね、やっぱチョコラテに詳しい友達とかチョコラテ屋さんに言われたんだけど、お砂糖の量を減らすと今度ね、このチョコレートを固形にした時に固まりにくいって言われたの。なのでちょっとこれ、お砂糖の量がね半分なんでどうかなって思ってたんだけど、ちょっとね、カチカチではないけど、あ、全然なんか保存とかする分には問題ない感じですね。ではちょっと作業の方を進めていって、チョコレート切っていきたいと思います。これ結構楽しいね、癖になる。よいしょ。いいね、こういう風にね、なんか自分の分量で好きな甘さに作ってもらったチョコラテを自分で通常に飲んでもいいし、ね、せっかく作ったからお友達とかお世話になってる人とか大事な人に、ちょっと私のスペシャルエディションよとか言って、なんかプレゼントしたい気持ちにもこれなりますね。すごい。おー、サクサク切れるサクサク切れる。なんかよくチョコラテのこう、なんか作ってる人の生産者とかそういう工程の写真を見ると、みんななんかすりつぶしたチョコラテを手で丸めてね、好きな形にして乾燥させてっていうのをよく見るんだけど、なんかちょっと、まあ今回はもう少し作業的というか、そうですね、地味な作業でも、まあシンプルに四角い方が使いやすいと思うし、飲みやすいと思うし、まあ、万が一もらった人もね、あんま奇抜な形よりはシンプルな方がちょっと安心感があるんじゃないかなとか勝手に思ってます。あー、なんかもうすごい、うち今チョコラテ屋さんになってる気分ですよ。ちょっと楽しい、すごい楽しい。
な。はーい、これはこれは楽しい。これはね、もしメキシコとかに行ったら、まあ、別にあのオアハカじゃなくてもね、チョコラテってメキシコで普通に飲まれてるものなんで、ちょっとね、チョコレート屋さん行って自分でカカオを買って、モリーノっていう引き牛みたいな、まあ引いてくれる機械にこれをかけて自分のスペシャルチョコラテ作るのいいかもしれないですね。はい、じゃあこのチョコラテをよいしょ、ちょっとね、お気に入りのお皿に並べていきたいと思います。それでもうちょっと乾燥させればいいのかな。今までビニールのね、中に入ってたんで、なかなか取れない。結構粘着してるかもしれない。なんかすごいブラウニーみたいで美味しそう。そして匂いもとってもいいです。昨日ね、ちょっとだけ舐めてみたのね。後でちょっと試飲をしようかなって思うんだけど、ちょっと舐めてみたらすごいなんかね、カカオの濃厚な味と香りに若干なんかお砂糖の甘みがほんのりあるから、ちょっとコーヒーっぽい感じかな、私の中ではね。このままね、布でもかけて乾燥させてみんなに配れるようなスペシャルチョコラテとしてプレゼントしたいと思います。出来たてってどうなの？後でちょっとね、これね、またチョコラテにして飲んでみたいと思います。はい、お湯を沸騰させてチョコラテを投入。チョコラテを攪拌させるモリニージョを使って混ぜていきます。火からおろしたチョコラテをモリニージョを使って泡立てていきます。これなかなか泡立てるのが難しくって、私も撮影でなければ普段こんなことしないでそのまま飲んでしまいます。あ、もちろんね、あのふわふわの泡がいっぱいあるチョコラテは格別に美味しいですよ。今回先にお湯だけのものを作って飲んでみました。カカオの酸味がちょっと効いてて風味が豊かで美味しいです。そこに牛乳を入れてあげると味がまろやかになってとても美味しかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。Muchas gracias.